どうもこんばんは、しおんです。今回もフラフィールドで遊んでいきたいと思います。では今回はですね、サイコですね、サイコを2セットやってですね、その後にサバイバー全キャラやって終わりにしたいと思います。ということでまず肉屋からやっていきましょう。まずはゲイリーとフィル、そしてリナで、メアリーと、さあ開幕、ジェネレタ得意なキャラ2人、またはリナを見つけられればいいんですけどね。いきなり左で爆発、この小部屋かな、あ、おじいちゃんですね。もう一人なんか3枚走ってますね。そしてワンパンで捉えることができました。あ、さらにゲイリーまでいましたね。完璧な立ち上がりですね。すでにジェネレーターを蹴って扉も破壊し、ここでやっ、あれ、ここじゃないんですね、外かな、これはリナですね。ナイフ投げときましょう。もう少しでジェネレーターつけられるところでしたね。ただもう救助入ってるんで、メアリーが救助に来てるみたいですね。2人とも救助される。回り込みましょう。じゃあもう上にいるの分かってるんで追撃と、あとは負傷してるリナを追っていきましょう。とりあえずメアリーはほっときましょう。で、扉開ける音が聞こえたので、あ、いましたね。そして牢屋に入れて、ここも蹴っときますか。まずは一人死亡、さてメアリーはどこ行ったんでしょうかね。あ、一つ目つけられましたね。どこつけたんでしょうかね。ただジェネレーター触ってた、触ってるということは救助もその分遅れるんでね、2人目が死亡しました。どこつけたんでしょうね。あ、ここですね。まあ今から救助行ってるかもしれないんですけどね、とりあえず破壊して5台に戻しました。さてどこでしょうか。一旦牢屋内見ますか。ん？ジェネレーター触っている。で、ここがちょうどつきましたね。でもう足跡見えてるんで、そのまま追っていきましょう。扉も開けてくれましたね。なんだ、変な動きしてるな。しかも攻撃ミスっていく、これを逃がすわけにはいきません。で、4台残しで全キルですね。なかなか幸先のいいスタートですね。では次、崇拝者行きましょう。まあ、開幕ができすぎでしたよね。なんだこれ、新しいキャラクターのアイデアをお持ちですか。すごいタイミングで出てきましたね。逆にびっくりした。お相手がリナとメアリーと、あれ、さっきと同じじゃないですか。ちょっと順番が入れ替わってるだけですね。なんか上側で足音聞こえるんだが、あ、いましたね。今度はリナを見つけることができました。まず一撃、扉に回り込みましょう。おそらく上に行ったと思うんで、
ありましたね。まず牢屋の近くでサバイバーを檻に入れるのは非常に危険ですね。一緒に閉じ込められたことが多々あるんで気をつけないといけません。なんか扉開ける音が聞こえたんで、ここら辺にいるんでしょうかね。ジェネレーター触ってるわけではない。いろんなところで爆発してますね。まずいまずい。ジェネレーターボンボンついて、ね、残り2台になっちゃいましたね。まあ、いいや、ここ蹴りますか。で、3台に戻し、一旦戻ります。あ、やはり救助に来てましたね。みなり追撃を入れ。あ、まずいまずい、またやっちゃった。あ、左側でメアリーを追おうとしたんですけど、左側でゲイリーが叫んでいたので追っていきましょう。どこだ？あ、いましたね。まずい一撃。まあ、こっちに行くしかないですよね。まずいですね。おじいちゃんドフリーなんで、そのまま通電まで行かれそうですけど。あ、危なかったですね。とりあえず蹴って、ただこれがおじいちゃんのところではなかった場合、あ、おじいちゃんでしたね。助かりました。もういいや、ナイフ投げちゃいましょう。あ、これメアリーも逃げてますね。いました。で、ロイヤーにぶち込み、メアリーの足跡も見えたままなので追っていきましょう。なんかさっきと似たような展開になってますけどね。まず一撃。ただこの状態だと痕跡消えるんでね、非常に危ないですよね。どこだ？いや、足音消えましたね。救助に向かってたみたいですね。今ドキッとしましたね。また牢屋に吸い込まれるかと思いました。アイテム回収しましょう。そして2セット目いきます。なんか必要に出てきますね、新しいキャラクターのアイデアを。その前にね、このアイディアの前に既存のキャラをね、アイコンだけあるキャラを実装してほしいところではありますけどね。さあ行きましょう。で、お相手がリナとメアリーと、あ、おじいちゃんちょうど叫んでくれましたね。フィルとマーカスを。これがおじいちゃんなのかな。で、木の扉開けてて、光が残ってるうちに扉を破壊することができて、さらに緑の足跡もまだ超えてますね。ただ結構時間稼がれてますね。リナの叫び声が聞こえるんで、そっち行きたいのは山々なんですけど、メアリーが出たのか。きついなこれ。やっちゃいましたね。私はおじいちゃんをてっきり追ってるつもりだったんですけど、あれ、叫びが聞こえたところからどこ行ったんでしょうね。ここはつけられてるんで、一つ蹴って残り4台に戻しましょう。おじいちゃん、またおじいちゃんに誘われてんのかなこれ。で、ポーション使って扉を破壊しようと思ったんですけど、おじいちゃんを見つけたので追っていって、運よくワンパンが入り、そしてやりかけのジェネレーターも蹴り入れておきましょう。そして扉、陣内のね、この木の扉2枚破壊しておきましょう。ガンガンつけられてますね。これでニナをね、救助に来させて、そこにナイフでも投げつけたいところではあるんですけどね。ポーションの効果が切れてしまいました。
救助来ないですね。じゃあ陣内のジェネレーター破壊しておきましょうか。これで残り4台に戻しましたね。なんか近くで足音が聞こえます。どこだ。足音が消えたぞ。ところが同時に救助をされ、上に逃げていきますね。痕跡残ってるんで、これは救助に来たのはマーカスですね。そしてフィルも死亡と。ナイフ当てて通常攻撃でコンボをしようとしたら空振る。そして左上でリナが叫んでいる。いやーミスる。このタイムロスは痛い。今のうちに見失うかも知れないんで、かなり痛いところですけどね。リナはどこにいるんでしょうか。あー救助入ってるし、やられましたね。どこ行った。なんかこっち側で足音聞こえるんですけど、あ、いました。まず一発殴って追撃。あと問題はマーカスがどこに逃げてるかですよね。どこだ。負傷してるんでね、そうそう遠くには行ってないと思うんですけど、今のところ足音は聞こえないですね。あ、足跡ありましたね。音は聞こえないけど足跡がありました。で今度は攻撃一発で当たって終了と。では次崇拝者行きましょう。マーカス、ジャック、ゲイリーと来て、ジャック2人ですね。マップはバンカーですね。いつものように左側を行って扉を破壊しながらサバイバーを探していきましょう。足跡見つけましたね。上に向かって逃げてますね。できれば扉を破壊しながら追いたかったところなんですけど、開幕に見つけたのがゲイリー、素晴らしい。ただここがちょうどついてますね。かなり早かったですね。で下に行ってます。ここをね蹴りたいのはやっぱ早っ。もう救助入ったんですね。扉蹴って戻るまでに時間かかるんでね、かなり遠くに逃げられちゃうかもしれません。まあ、ゲイリーは足が遅いと言ってもね、さすがに長い時間逃げられると巻かれちゃいますよね。で鉄の扉を開けてる音が聞こえるんで、この奥に、あれ？そっちかい。ジャックなんで迷わずナイフを当て、いや加速が追いつけない。いやただ走ってるだけで結構時間稼がれましたね。そしてジェネレーターがその間について残り3台になりましたね。ポーションを使ってる間にジェネレーターを蹴りつつ扉も破壊していきましょう。そしてゲイリーが回復しましたね。どこかで回復していたということはですね、ジェネレーターもその分遅れているということなんで、一安心と言いたいところではあるんですけどね。ゲイリーは本当にどこ行ったんでしょうね。でここで爆発してたと思うんで、そうですね、蹴りを入れつつ、あ、もう救助に入る。しかもジェネレーターもうまくいく。まずいですね。サイコ側としてはかなり最悪な展開になってますけど。
つ早めにね1人を削りたいところですね。ジャック2人いるんでね、走ってるだけでかなり距離を離されてしまうキャラが2人というのはかなり厳しいところがあるんですけど、で足跡を見つけましたね。これは誰だ、あ、ようやく見つけましたね。今度はワンパン入らず、まずいですね。ジェネレーター残り1つ、コンパス使いましょう。さすがに余裕なくなってきました。アップ投げましょう。本当ならばマーカスに取っておきたかったところなんですけど、全く余裕がなかったので仕方ありません。で足音が聞こえるぞ。あ、ここやってますね。そしてゲイリーが死亡して、あとは足跡があるマーカスを追っていくのみだ。あ、もう安定のミスですね。こういうところがマーカスは強いですよね。で、いましたね。では、サバイバー側やっていきましょう。アイテムを回収して、今回はフィルから行きますか。お相手は崇拝者でマーカス2人とゲイリーですね。で、マップはバンカー、マップ左上ですかね、これね。いつもある場所にジェネレーターがない。ここにもない。この下はどうでしょうね。ここにはありましたね。早いですね。いやいや、なんで叫んだ。やめて、連れてこないで。2人走ってきてるんですけど、さらに爆発して場所はアピールがひどい。で、すぐ右の扉を蹴っている。これ私は目視されたっぽいですけど、追ってくるかな。あ、心音消えたので他の人を追っていきましたね。ただ食らったのがゲイリーですね。ちょっとまずい展開ですね。で、2発目食らうのも結構早かった。そして残り2台まで行きましたね。救助行こうとしたんですけど、最後の戻りの方が早いですね。あ、もうなんで爆発するかな。絶対見つかりたくないタイミングで見つかるんですよね。で、相手崇拝者なんで救助行かないと、もう最悪なんだけど、なんで爆発してから叫ぶかな。救助行かないと死んでしまうと言おうとした矢先に味方が救助してくれましたね。ならば私はジェネレーターに専念しましょう。ただ近くで叫びながら寄ってきてるよ。左側のゲート横の扉蹴ってますね。ただ中でジェネレーター触ってたのは気づかれない。おそらくゲイリーを追ってったんでしょうね。ただその隙に通電まで行きましたね。ちょっとね、ゲート横の扉が破壊されてて怖いんですけど、ここ開けちゃいましょう。そしてゲイリーが回復してます。ちょっと叫びすぎだって、危険だな、このおじいちゃん。なぜかマーカスが変なところ逃げていく。なぜわざわざ上に逃げてったんでしょうか。ゲートは開いてたのにね。しかもわざわざ食らっていく。ちょっと様子見ましょうか。
やはり2発食らいましたね。わざわざ上に逃げるからだ。懐中電灯あるんでね、ある程度時間は稼げるんで、できるだけフォローしましょう。寝ましょう。次、マーカスですね。行きましょう。連続でバンカーですね。で、今回はゲイリーが2人いますね。で、いつもあるここの場所にジェネレーターがない。で、下にジェネレーター見えたんですけど、誰かがやってるんで、他の場所行きましょう。なんか心音がでかくなってきましたね。しまった、ジェネレーターが全然ない。ようやく見つけましたね。そうしてる間に2台がつきました。ワンパン入っていく。そして牢屋にぶち込まれましたね。で、私も1台つけて残り2台、その状態で1人が牢屋行きと。とりあえず早めの救助をしましょう。ただサイコも戻ってきてますよ。あ、ここにジェネレーターあった。当然戻ってきてるんですけど、なんだ、遠ざかっていくような動きしてますね。赤い足跡でも見つけたんでしょうか。これで残り1つまで行きましたね。あれ、ジェネレーターないな。あ、通電まで行きましたね。かなりのハイペースで、別のゲイリーがワンパン食らいましたね。いや、来てないかい。なんで上でウロウロしてんの。ここは釣るしかない。今のうちに起き上がって逃げるんだ。釣られる。露骨な釣りは無理でしたね。上に逃げてって大丈夫なんでしょうか。で、一人は脱出済み。いや、なんか近いぞ。脱出してますね。とりあえず一発食らっても大丈夫なんで。あ、運よくミスになりましたね。まあ、食らった加速でそのまま出ることもできたんで、どっちにしろ脱出はできたんですけどね。では次、リナですね。行きましょう。ジャックですね。で、お相手は肉屋で、村からですね。で、しかも下のゲートのすぐ近くの建物の中からスタートと。近くで鉄の扉を開けてる音が聞こえるんですけど、味方が走ってるところでしょうかね。で、早くも1つ目、2つ目ついて3つ目、一気に3台ついていく。で、心音も近づいてきてますよ。
クジャックが走り回ってますけど、あ、いる。あれ、バレてないのかな。見られたかと思ったんですけどね。そのままつけちゃいましょう。で、さっき左側に向かってったジャックですかね、がワンパン食らいましたね。おそらくジャックを追いかけてた、そんな感じでしょうかね。ここやってる音が聞こえるんで、救助早いですね。あっという間に救助されて、あ、来てますね。ワンパン怖いんで消えます。で、念のため扉の近くまで逃げときます。一瞬心音鳴ったのが不気味ですね。二人が脱出済み。こちら側のゲートはもう開けれそうですね。で、こっちのゲートも開きましたと。いや、怖い。ジャック早く逃げて。ジャックも出ましたね。では脱出しましょう。アイテム回収しましょう。まずはパッケージを回収。ではゲイリーですね、行きましょう。で、またもや崇拝者。味方はジャックとゲイリーとフィル。そしてマップは村ですね。結構偏ってますね。しかもスタート地点もあんまり変わらず、下のゲートのちょっと手前からですね。建物の中か外かの違いです。ただ今回いきなり来てますね。上の扉蹴るかな。なんか外周走ってるとか見えたんですけど、え、どこに行った。なんかここら辺が走ってたのが見えたんですけど、どっか行っちゃいましたね。で、そうしてる間に2台目がつきました。ガンガン行きましょう。目がついて残り2つで、上の扉蹴ってるんで鉄の扉の内側まで逃げましょう。で、さらに心音から離れていきます。残り1台が建物の中でできるっていうのはね、すごい気持ち的に楽ですよね。まあ、たまにハープーンが建物貫通して飛んできますけど、なんだ、残り1台なのに協力しないでそのまま出ていきましたね。なんか左側にいるっぽいんですけど。そしておじいちゃんがワンパンくらい。牢屋にたどり着く前に体力が尽きなければいいんですけどね。かなり速いスピードでもう半分いってます。さすがにゲートを開けてる余裕がなかった。そして一人脱出済み。さすがにこれは開けるの間に合うでしょう。で、開けてこれで左側が開いててくれれば
ものすごい助かるんですけどね。ジャックも食らっている。戻りますか。もうこれは味方が開けてるゲートに期待するしかありませんね。自力脱出は無理で、おじいちゃんも脱出ということは左側が開いてるっぽいですね。負傷してるおじいちゃんがすぐ脱出できたということは近くのゲートが開いてるということですね。ジャックどこ行った。開いてますね。よかった。ただジャックは行方不明。会いました。帰ってきましたね。これ一緒に走ってると分かるんですけど、負傷したジャックとね、ほとんど足の速さ変わんないんですよね。ゲイリーの足がどれだけ遅いかといった感じですけど、次メアリーですね。行きましょう。またもや同じマップ。ただ今回は私以外はジェネレーター得意なキャラ、おじいちゃん2人とゲイリーですね。でお相手が崇拝者のままです。ただまあ修理遅いとは言ってもツールキットのねレベルマックス持ってきてるんで、遅いキャラでもそれなりには速いです。そして味方が食らった効果によって走るスピードがかなり上がっています。ただ2発目食らったのでまた速度が落ちましたけどね。おじいちゃん一人牢屋行きと、このメンバーの中ではジェネレーターの修理が一番遅い私が行くべきだと思うんですけどね。おじいちゃんと同じ方向走ってますね。いやもう半分超えてますね。これ仮に最後が来ても救助するしかないじゃないですか。ちょっとでも迷ってたら味方死にます。はいじゃないよ。回復する回復。いや最後戻ってきてるって。いやもう無理だって。残り1台なんですけどね、救助に行くまでに8割以上削られ、で2回目に追撃食らって死にました。やばい、危ない。ワンパンは免れた。ただもう扉ないぞ。もうダメだ。アイテム使った後に逃げた場所が悪かった。通電しちゃいましたね。これは救助に来ないでしょう。味方を見てみましょう。おじいちゃんは開けてて、2人ともゲート開けてますね。これはそのまま脱出でしょう。さようなら。やられましたね。しかも星が減ったぞ。とりあえずおかわり確定ですね。これでリカバリーしたいところ行きましょう。いやメアリー2人にマーカス2人、そしてマップはバンカーに変わりましたね。お相手は崇拝者のままです。いやただメアリーが多数いるときってね、あんまいい思いしたことないんでね。でサイコがいきなりアイテム使ってるんで、サバイバーが近づいてきても気をつけましょう。もしかしたらね、サイコがサバイバーに化けてる可能性もあるんで、アイテムの用意はいつでも投げれるようにしておきましょう。でアイテムの効果切れたんで、わざわざ扉を開けてグレネード投げてましたね。えぐいですね。
いや、そんなことやってる間にジェネレーター回しましょう。心音が緩やかになってますね。ただ割と近くにいるんで気をつけないといけませんけどね。ここにジェネレーターがない。あ、扉破壊されてますね。ここ壊されてると結構困るんですよね。ゲート開けるときにここ使って逃げたいところなん でこれで3台つきましたね。でここにジェネレーターなくて、この上はどうでしょうね。ここもない。じゃあここはどうでしょう。ここにはありますね。ただ誰も触ってないですね。かなり扉が破壊されているのが気になるところですね。そろそろ通電まで持っていかないと。追われた時にね、相手も消費させられて逃げ切れなくなっちゃいますからね。これで残り一つまで行きました。いや、近いな。まずい、見つかった。扉閉めるまで間に合うかな。危な、ギリギリでしたね。いや、もう通電していいよと言った先から通電したのはいいが、なぜか叫ぶ、叫んで場所を教えていく。で、ここ鉄の扉2枚生きてるんで、ここをうまく使っていきましょう。で、さらにここの扉もありますね。2人脱出済み。ここのゲートは上か下かしかないので、どっちかが開いてます。下が開いててくれると嬉しいんですけどね。開いてない。どうやら上から脱出したようですね。叫んでますね。ただゲートはもう開きます。出ましょう。星回復しましたね。ほっとしました。アイテムを回収して、でこれで無事脱出できればラストゲームになります。ジャック行きましょう。今日は崇拝者多めでしたね。あとフィルとゲイリーも多かったです。それプラスメアリー、この組み合わせが本当に多かったですね。で、寺院の細長い建物からスタートですね。で、中にジェネレーターあったんで、ここやっていきましょう。で、ゲイリーが来てくれて、2人で協力してやっていきます。で、足の遅いキャラはね、扉まで逃げるときに、アイテムをね、本当にフルで使わないと、下のね、扉の結構あるゾーンまで行くのがきついので、寺院内はなるべく、足の速いキャラでね、やりたいところですよね。ここやっちゃいましょう。ただ最後近いですね。いや、おじいちゃんがやってるのを確認してどっか行っちゃいましたね。寺院内はなるべく早くつけたいところではあるんですけどね。加速して逃げましょう。ただほぼ同じ速度ですかね。下の鉄の扉は生きている。ここ使いましょう。さあ、どうやって逃げる。で、普通に追われてたんで、陣内のね、まだジェネレーターの蹴られてないと思うんでね、なんか上で叫び声みたいの聞こえてたんですけど、戻ってくる前にここをつけ、メアリーが一発食らう。そしてジェネレーターつけて残り一つ。あー、いる。バレたかな。どうでしょう。あとジェネレーター下に残ってたような、この部屋の中と
やってますね。いや、自力で回復しなさいよ。あなた自力で回復した方が早いでしょ。ジェネレーター触らないで固くなり座ってますね。とりあえず通電まで持っていきます。わかりましたよ。直せばいいんでしょ。直せば。なんかみんな食らってますね。そして追撃フライ。これできればもうゲート開けに行っててほしいんですけどね。もう回復しないとピクリとも動いてくれないんで仕方ないですね。あ、脱出してますね。自力脱出、素晴らしい。もうね、扉がほぼ破壊されているんで、なるべくなら早めに出たいところですけどね。そしておじいちゃんとリナが脱出済み。あとは負傷したゲイリーと私ですね。あ、ゲイリー食らっちゃいましたね。で、下のゲート開いたのを確認したので、なるべくなら救助したいところ。あっぶね。いや、これもう開けに入れないとまずい。いや、救助できない。もう扉がない。ワンパン食らったら終わる。ゲイリーが死んだので出ましょう。エナジードリンクなければ死んでましたね。まあ、とりあえず無事に終わったんでね、アイテム回収して終わりましょうか。はい、では今回の配信はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。失礼します。